ミスターお口のステージショー講座、パフォーマンスを仕事として成功するための理論。さあ、そうそう、大道芸でね、スタートして、僕が一番最初に悩んだ部分というと、やはり教えてくれる人がいないっていうのが、とてもパフォーマンスをやっていく上で一番悩んだことでした。まあ、なぜかというと、もちろんどこが悪くて、どこが原因で、どういうふうに直したらいいか、そういうことを的確に教えてもらえる、まあ、師匠であったり先輩っていうのがいなかったっていうのが非常に苦労した部分でした。そして今自分が芸歴25年を迎えて、今の若い人たちであったり、まあパフォーマンスを5年10年と、まあ、やってる方を見てて思うのが、やはり私と同じようにどういうふうに今のショーを改善していったらいいか、もしくはどういうふうに今の仕事をもっと増やしていったらいいかということで、やはり悩んでる方が多いように見受けられますね。そこで皆さんに少しでもそれを改善できるようなきっかけになればというところで、この動画をぜひ見ていただいて、何かお力になるか、まあ、協力できるようなことになればと思って配信させていただこうと思っています。ということで、よろしくお願いします。